その農業社会が成立して,しして成長する中で古代国家文明が成立するという段階に至りますとその中で、えー、その国の中でその人々の活動は最初はその国、えー、国家文明社会の中で営まれていたのですが いいいつかそそのの力ががういう国境を越えて発展する段階が次のステップでございますこれがアジアのシルクロードの時代ということでございましてアジアの諸国家はシルクロードによって結ばれ商業あるいは商業を地軸とする文化交流が大いに発達していく時代ということになりこれが現代のの アアジア社会を作り上げていいたという,ふうに考えられますこの講義では旧石器時代からこのシルクロード網の成立というここを中心にお話をしてそれから以後につきましてはまた別の機会に,にお話をしたいと考えております。ありがとうございました